前回のあらすじ、モーターを巻いた、フェンスカー走行用のステアリングシャーシを作った、走らせた。美しいコースアウトをした。今回はフェンスカーへの再挑戦となります。前回の走行から改善点は4つ上がりましたね。そしてコースアウトに最も強く起因したのがモーターの置き方でした。これはモーターを縦置きにしたことで様々な方向へジャイロモーメントがかかるということでしたね。それがわかるのがこのコースアウトです。マシンの回転はカーブでマシンが強くロールしたことを意味しています。改善を盛り込んだ新シャーシを作ります。モーターを横置きにするので駆動から設計し直します。最小構成でモーターの収まりやギアの噛み合わせを確認します。駆動を修正しつつローラーステーブと前後シャーシのジョイント部を追加しました。こちらでもそれぞれの要素の位置や大きさを確認します。ローラーステーに不備があったので形を変えました。バネとして使うカーボンドットの固定のためです。モーターの固定ネジを増やしました。前後シャーシのジョイント部を大きくすることでガタつき軽減を狙います。ここからさらに調整をします。フロントシャーシの最終版ができました。次にリアシャーシを作ります。今回はフェンスカーの国際標準ルールにのっとるように作っています。そのため単三電池2本を電源にしています。フロントシャーシと平行で作っているのであちらの修正箇所に合わせてこちらも修正していきます。電池用の電極板が入る箇所を追加しました。リアシャーシの最終版ができました。シャーシの設計は以上です。改善点を一つ追加します。それはシャーシの強度です。前回の走行では一度のコースアウトでマシンがバラバラになってしまいました。これでは調整も何もできないです。そのためシャーシの素材を変えます。今回使う素材はナイロン12です。強くて耐久性があるとのことです。さらに印刷方式が MJF という方式なので高精度です。耐熱温度が高いのも特徴です。ナイロン12は FDM でもありますが印刷難易度が高いです。そのため JLC3DP に発注をします。 3D モデルである STL ファイルをドロップします。アップロードが終わりました。印刷方式を選択します。素材を選択します。商品適用を選択します。当てはまるものがなかったのでその他を選択しました。あとは同様に選択してカートに保存をして発注をしました。印刷可能かのチェックが行われてその結果がメールされます。モデルに印刷不可な箇所がありました。そのリスクを受容するかモデルを修正するか聞かれています。赤くなっている箇所が細すぎるようです。ここは印刷できていなくても問題ないのでその旨を返信してこのまま印刷してもらいます。印刷物が届きました。早速開封していきます。おお、これはすごい。とても綺麗ですね。3D プリント品にもかかわらず側面の積層痕が見えません。平面から浮いている面も綺麗に印刷できるのも MJF の特徴です。いつものと比較した方が分かりやすいですね。右シャーシ側面に横線が入っているのが積層痕です。あとは円の綺麗さも違います。底面の浮いている箇所が全然違います。ローラーの取り付け穴径も左シャーシの方がモデルに近い値になっています。右シャーシはわずかに膨張するので穴は設計よりも小さくなります。グッドです。その他のパーツも作ります。何度か調整をして完成しました。フェンスカーゼ御用達のホイールとタイヤも買いました。高精度なのとタイヤを接着すると外れなくなるのがグッドです。全てのパーツが揃ったので組み立てます。ベアリングを取り付けます。シャフトを差し込みます。ギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。フロントカーボンロッド固定具を取り付けます。カーボンピンで固定します。前後シャーシジョイントカバーを取り付けます。カーボンピンで固定します。リアシャーシを取り付けます。カーボンピンで固定します。リアカーボンロッド固定具を取り付けます。電極を取り付けます。銅板を差し込みます。モーターを搭載します。カバーを取り付けます。固定します。グリス塗り塗り。駆動チェック。スルスルグッドです。カーボンロッド固定具に接着剤を塗ります。カーボンロッドを取り付けます。スキッドローラーを取り付けます。固定します。ローラーを取り付けます。固定します。できました。単三型ステアリングフェンスカー、マシン名はハラビロです。横置きにしたモーターはロールを低減します。2本の単三電池は国際標準ルールに適合します。重量チェック 73.6g。 ここにさらに電池が乗ります。 109.4g。 さすがに重い。シャーシの曲がりをコース中間レーンのカーブに合うように制限しています。曲がりすぎると減速するのと壁に対するローラー幅が狭くなるからです。前後シャーシの結合部はさらにガタを抑えました。旧シャーシ、新シャーシ、細かい部分まで改善しました。改善はいいですがこれではリポは使えないですね。せっかくなら手巻きとリポのルール無用でリベンジすべきだったのでは。もちろんです。トンボもモーター横置きで作り直しました。いつの間に。メールのシーンでアンリミテッドも発注していることがわかります。そして素材はカーボン配合ナイロン12です。結構な力を入れていますが曲がりません。とっても硬いです。バッテリーホルダーを押しつぶしてみます。
旧シャーシ。これはカーボンハイモーペット G です。壁の厚みが若干違うのもありますが、加味してもこちらは硬いですね。バネとなるカーボンロッドを太くして曲がりを硬くしています。こちらも曲がりすに対策です。重量チェック 80.0g、 ブリスムリムリ駆動チェック。スルスルグッドです。いいね。この2台のマシンでフェンスカーコースに挑んできます。着きました。消火器よし。まずはパワーダッシュモーター搭載の国際標準ルールバー腹広です。投げスタートをできるようにしています。第一走5。いい感じ。ようやくまともに走るようになりました。ズコリプレイ。この速度でコースアウトは予想内です。縦に回転しているように見えます。壁にビターン。この当たり方ということは前回問題だった横回転は収まっています。モーター横置きが効いていますね。バンパー根元の細い部分が折れてしまいました。破損はここだけなので接着剤で修復可能です。気を取り直して改良版トンボでいきます。様子見のパワーダッシュです。5。よし、安定感のあるいい走りです。初完走できそうです。3周で 7.81 秒。ナイス完走。シャーシの曲がりチェック、程よく曲がっていてブッドです。それでこの結果はフェンスカー的には早いのですか。トップ勢がネオチャンプとパワーダッシュで6秒台前半です。こちらはリコバッテリーなことを考えるとトップは異次元ですね。全く叶いませんが気持ちよく走っています。それでは手巻きでいきましょう。壊れないでね。いくぞ。絡まっちゃった。スロー。姿勢そのままでコースアウト。破損は1箇所で済みました。前回と比べるとかなり壊れにくくはなっていますね。こちらも接着で修復しますか。絡まりからのモーターロックでバッテリーが壊れたので再起不能です。腹広の修復ができました。金属ローラーにしてコースアウト対策をします。5。まずまずのスピードで安定して走っています。カーブが遅いかしら。金属ローラーの影響でしょうか。ルールへの準拠とスピード向上のためにもフラローラーでコースアウトしないように改善が必要です。 9.91 秒。このパワソデの参考タイムは取れてよかったです。次は手巻きモーターでいきます。ローラーステーを炙って柔らかくして曲げています。スラスト角を大きくしてコースアウト対策ですね。このナイロン12ですが熱で軟化しづらく曲げるのが大変でした。耐熱は明らかに高いです。5。これはいい感じです。パワーダッシュよりも速くなっていますね。 7.14 秒。手巻きで初完走。しっかりと速いモーターを作れていたようで嬉しいです。それでは最後に手巻きの進化を発揮させる炭酸電池をお借りしました。放電能力がすごいやつですね。ただし重いです。5。ドーン。2カメ。ドーン。3カメ。ドーン。スロー。マシンが重すぎてまくられて外に吹っ飛んでいるように見えます。ハイパワー電池で重量もスピードも増し増しですから。最後まで頑張ってくれました。いい走りでした。今回はステアリングフェンスカーの改良を行いました。モーター横置きでロールがかなり抑えられていてグッドでした。 JLCPCB に発注したシャーシも高精度高耐久でした。何より激しいコースアウトでも破損箇所が少なく走行を続けられてよかったです。前回の壊れ方でしたら完走までできていませんからね。ナイロンはいい素材でしたが印刷難易度が高いのでまた発注させていただきたいです。高速度域でのコースアウトの課題は残ったので改善していきます。それではまた。のし。